勤務中に心筋梗塞を発症したのは長時間労働が原因として姫路市にある運送会社の元従業員が会社側に対しおよそ3000万円の損害賠償を求める訴えを昨日神戸地裁に起こしました。訴えを起こしたのは姫路市の運送会社姫路合同貨物自動車の50代の元従業員です。訴状などによりますと、男性は長距離トラックの運転手として働いていて、2016年6月、勤務中に心筋梗塞を発症し、10日間入院。発症前3ヶ月の時間外労働は月平均で80時間を超えていた上、休憩もほとんどなかったということで、男性は長時間労働が心筋梗塞の原因だとしておよそ3000万円の損害賠償を求めています。病名が心筋梗塞だったがために自業自得って言われたこともありました。もっと会社に真摯に僕の話を聞いてもらいたかった。姫路労働基準監督署は男性の勤務実態に対しおととし3月労災と認定。一方、会社側の代理人弁護士は訴状を受け取っていないのでコメントは差し控えるとしています。